ナマンダブツ、ナマンダブツ、ナマンダブツ。視界のうち皆兄弟なりと、ナマンダブツ、ナマンダブツ。昨日はですね、西村家の食生活についてそれでお話をし、それから西村家の宗教生活っていうそんな話に及んでいきまして、ちょっとねそこで話ずれたところもあるんかなと思うんですね。西村さんはこう花が好きだった、日本にいた頃生け花を習っていた、後にレスブリッジ仏教会の街道楽慶法要の折36年ぶりに仏家を建てている言うてね、こういったことは書いたんですけれども、書いたかお話をしたんですけれども、これ宗教生活いうんかな、やっぱ仏家建てはったいうこと、これ日本で生け花なろてはって、そしてそれによってこう日本では本校の時にですね、でこうやって皆さんで松切ってこう仏家建ててはったんやろうなと思いますね。でやっぱりすごいことやなと思いますが、これがそのまま宗教生活であったかどうかはちょっと分かりません。でそれからさらにちょっと話が飛んでいって、勤勉だったみたいなことをね、西村さんはすごい勤勉やったみたいな形で、これはもう必ず宗教に関わるかどうかいうことはちょっと言えないんじゃないかなと思いますが、しかし何て言うかな、ここにやっぱり浄土真宗の持ってるプロテスタンティズムいうんかな、あのプロリンという意味でね、マックス・ウェーバーが書いたプロテスタンティズムの社会倫理やったかね、それはどんなもんかというと言ったら、何ていうか結局プロテスタントの国だけが何か栄えて、何ていうか科学的に栄えてるか経済的に富んでるみたいなね、それはどうしてなんでしょうねってマックス・ウェーバーの研究があって、これはもう大変なもんで、プロ倫理でねみんな知ってると思いますけど、それをですねこうやっぱり浄土真宗に当てはめることは可能やと思いますし、それをやっぱりいろんな人がやっぱ論じてはると思いますしね、からやっぱり浄土真宗の勤勉性といいますか、プロテスタンティズムみたいなのはねやっぱあるかなと思いますね。そういう浄土真宗っていうもののこう宗教性が勤勉さとか優秀さとか、そういったことに結びついてるかな。昨日も随分ちょっとそんな話をしましたね。随分ではないちょっと話をしましたけど、この西村さんいう人は何でもやっていこう、どんどん学んでいこうというそういう意識が非常に強かったと思います。で、そこにこう浄土真宗の、教えっていうのがやっぱこう深く結びついているんだろうし、でこの移民と浄土真宗っていうのはやっぱこうすごく結びつきが強くて、で、この話何回かしてるんだけど、守屋智恵先生はですね、ハワイのね、こう今村恵美男先生の研究で大変著名な守屋智恵先生っていう人は、あの広島の移民関係のこう古文書を見ていった時に、こういう記述があったと、役場の職員さんがこんなこと書いてはるって紹介してはるんだけど、たまさか日蓮宗の村、日蓮宗の寺がある村ですね、そういう村の人が行さんハワイに行っておいでになると、でハワイに行っておいでになるので、それについてその役場の人がここ日蓮宗の村やのに、どうしてこんな移民が多いんやろうって言って書いてあると。これはどういうことか言ったら、逆に言うと浄土真宗の村ばっかりがハワイにたくさん行っておいでになるんで、その役場の人にしてみると、移民に行くのは浄土真宗の村なんだっていう、そういう意識がもう出来上がってるものがあるっていうことです。で、それは例えば、今ハワイの話をしてるから、ハワイ、天台宗教団の、ヘッドをなさっていました荒良寛先生がおいでになりましたね。もう亡くなりましたけど、私のとこも去年のカレンダー荒良寛先生の絵と、そして書道でね、言葉、綺麗な言葉と綺麗な絵でね、去年のカレンダー、荒良寛先生のカレンダーでした。で御門徒にも、
差し上げた人もありますし、御門徒のところから天台宗の檀家さんに嫁に行かはったところにね、こういう人いはるんですよって、そのご主人、つまり天台宗の檀家さんにですね、あら良寛先生のカレンダーあげましたね。あ、こういう人があったんですね、初めて知りましたってねおっしゃいましたけどね。そのあら良寛先生がハワイ、天台宗教団に行くことにならはったと、あれは誰やったかな、極道辻説法の人なんちしてたかな、忘れたな、また思い出したら言います。あ、金東光さんね、金東光さんに、言われて行ってきなって言われたさかい、ほな行きますって 若気の至りで行ったらとんでもないわよってねなんでやったらね、こうハワイ教団たくさん日系人の人いはんねんけど、日系人の人はいはれんけど天台宗の檀家さんは誰もいなかったよってね。でどこ探してもハワイ中探しても天台宗の檀家さんどこもいはらへんかと買ったと。それはどうしてかというと、天台宗というのはねやっぱり第一章の地主階級だからっていうことです。あら良寛先生は伊達家の系統のお寺なんかな、つまり仙台の伊達家のですね、こう天台が檀家さんやってはる寺のご出身かなと思うんですけど、そしたら伊達家殿様一軒だけの、檀家さんで、そしてその一軒だけで寺維持してはる、そういうところで、でこう結局地主か、まあ伊達家なんかまあ典型的には超大地主であるわけだけれど、そこまではいかなくても第一章の地主階級の人が天台宗の檀家さんをなさってるんで、で、そういう地主階級の人はハワイなんか行かないんですよ。そんなんで。あら良寛先生は大変、檀家さん全然いないのっていうの でそこから檀家さんからお金を得るっていうんかな、お布施をいただくっていうことが不可能であるということに気がついていかれて、でそれでどうされるかといったらいろんなことを工夫されていく、で工夫されていく中で自分も絵描いたらええやんっていうことで絵を描かれるようになって、でその自分の描かれた絵によって天台宗教団を維持していかれ、そして自分も生活をなさっていたということでしたね。そんなことやからね、移民に行くような人天台宗の人なんかいはらへんわけです。じゃあ言うて言ったら、これは浄土真宗の人たちがこうたくさん行かれるということになると。そしたらやっぱり浄土真宗っていうのは、浄土真宗ももちろんお金持ちもいれば地主もいれば、別にみんな貧しいわけじゃないんだけれども、まあまあそやけどどちらかというとやっぱり浄土真宗の方は、天台宗の檀家さんよりは貧しい人が多いんで、だから移民に行かれるわけです。ちょっと話これまた飛びますけれども、八坂の墓地をね、見に行きました。八坂屋のは滋賀県からカナダに行かれた人たちの移民村ですね、出移民の方の出ていかはる方の移民村の、横綱の村なんですけど、その八坂のお墓共同墓地見に行きましたらね、ひときわ立派なお墓がありまして、もう他を圧するような立派なお寺、お墓なんですよ。でこれはすごいカナダで大儲けしはった人の寺お墓やなと思ってね、これすごい金持ちのカナダで御殿建てはるような八坂の、ね、でそれで八坂にこんな巨大な寺お墓作らはってんやろうな思って、で八坂の人に聞いたら、いそれは あそこね、あそこはそうじゃないです、あそこ行ってはらへんのんですわ、で八坂の大地主やからあの人はあそこの家はこう移民に行ってはらへんのですよって言って、あなんだと思ってね、びっくりそういう方がそうやったのか思ってね。で八坂ですら移民村のチャンピオンみたいなところでも大地主の家はやっぱりカナダ行ってはらへんのですわ。でそのことから逆にやっぱり貧しいから移民に行ってはるっていうことが浮き彫りになってきますから、でそうすると貧しい方々がどういうふうにしてこうカナダに行かれたのかなと言いますと、これはレスリー川村先生の奥さんがですね私に教えてくれはったんですけど、
レスリー河村先生の奥さん、まだ一世の人たくさんいはる間に、こう嫁に来てはるんで、一世の人のことをようつぶさに観察しておいでなるわけですよ。何をおっしゃるか言ってたら、いやそれはカナダまで来てね、外国にまで来て、暮らしていこういうような人たちばっかりやから、一世の人らいてみんななんかこの一旗あげよう、ここに故郷に錦を飾ろう、で外国でお金持ちになって、こう豊かに暮らしていこうというような、そういうこう何言ったらいいんかな、モチベーションが高い、今言ったらモチベーションが高いいうんかな、で豊かな生活をしていこうというアスピレーション、熱意が非常に強い人たちばっかりで、それはもうなんていうか大山の大将みたいな人ばっかりやったりって言わはるんですわそういうことだから、この与三郎さんも、その新宗のプロテスタンティズム、非常に勤勉で、浄土真宗がもともと持ってる勤勉性、浄土真宗の御門徒が持ってらっしゃる非常に強い勤勉性っていうものをすごく持ってらして、そしてやっぱ一旗あげようってね、いう思いも強いような、そういう人だったから、何でもどんどんこう学んで吸収していこうという意識が非常に強かったんだろうと思いますね。でそれやっぱり浄土真宗というものの風土といいますか、その教えの内容であったり、その浄土真宗の真宗プロテスタンティズムの影響をやっぱり多く受けておいでになったと思いますんで、だからこそ料理をさしたら、食べ物を作らせたら天下一品のものを作らはりますし、で生け花を日本で習っておいでになったから、これで、お仏閣を建てることもできますし、で、その料理を習う中でやっぱりそのミークスケ、その、自分の雇用先の白人の人たちから英語を習って、一世としては非常に上手な英語を身につけていかれる、そういうこう前向きな姿勢、そして豊かに暮らしていこうという熱意、何でも吸収していこうという、そういうこう勉強熱心さみたいなものをですね、こう色濃く持っておいでになったんやと思いますね。で西村家の息子さんたちが公開しておいでになるビデオを見ていましても、やっぱりロータリークラブに入っておいでになって、で白人の人たちとどんどん接していかれて、でやっぱり奥さんのインタビュー聞いていても、やっぱり白人のお友達たくさんおいでになったって言いますから、まあ一世やからなんぼ英語勉強したから言って完全な英語ということではなかったようですけれども、やっぱそんな形でどん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 ホスト社会の中に溶け込んでいって、そのホスト社会の中でやっぱり、こういうなんていうかな、高い地位についていこうという意識もこれ非常に強く持っておいでになったんやなということをこれ、知らせていただきますんで、そういった中でやっぱりこう宗教生活ということとは離れるかもしれないけど、しかしこの浄土真宗の教えとか浄土真宗の家庭っていいますか、そういう、貧しいんだけれども、貧しい中でも勉強する意識を忘れないで、そして、どん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 新しいものを吸収していくっていう、そういう精神構造やなんかやっぱ浄土真宗から出たもんなんだろうなと思いますね。私恥ずかしい話なんですけど、英語下手でね私がなかなか英語上手にならんもんやさかいね、2歳の90ぐらいの女の人なんやけどね、あんたねもうちょっと英語勉強してから来てよってね、で1日15分ずつでも英語勉強したら積み重ねてもうちょっと上手になるはずなんやけどなみたいなことを言わはって、ああすいませんって言うたんですけどね、それがですね、結局やっぱり2世というか1世といいますか、1世2世の人の精神性なんですよ。一日一日一つ一つコツ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 勉強していって、積み重ねていったら15分ずつ英語勉強したらもうちょっとマシな英語になってるでしょって、私にお叱りを怒られない、ね、だからその2世の人の言葉を聞いた時には、この人は1世の人からそんな風に教えられてきたんだろうし、さればこそやっぱりいろんなこう有色人種に対する差別であったり、戦争中に身ぐるみ剥がれてもまた立ち直っていくような、そういう強さを持っておいでになったんだろうし、そうやっぱりそこにやっぱり浄土真宗の教えっていうものがやっぱりこれ色濃くあるんだろうなということを感じずにはいられません。で
この西村さんはですね、西村さんの宗教生活について、西村さんと仏教の話をしたことはもちろん当然ないわけなんだけど、しかしやっぱりアーサーさん、息子さんで、末の息子さんでカルガリー大学の芸術学部の学部長をなさっていた人とのにインタビューしたところでは、やっぱりお父さんたち、一世の人は常に天皇陛下と、天皇の家族の安寧と健康を願っていたということをやっぱおっしゃっていますね。これやっぱり戦前の浄土真宗の法話の本を読んどったら、ようよう出てくる話でありまして、でまあね、天皇陛下万歳なんか、生阿弥陀万歳なんかちょっとわからんような、そういう法話ばっかりでさ、昔の法話やったらね、これなんで浄土真宗なん言うてね。せやけど、その中になんかすごく熱っぽいものやとかね、それから、その中にしか伝わらないような、情熱、浄土真宗の宗教的な情熱と、から国粋主義的な、そういう天皇陛下万歳みたいなね、そういったものがない混ぜになっていて、それが私にはなんで浄土真宗の法話でそれがありがたいのはなぜなのかちょっとわからないんやけど、だけど例えば梅原真龍先生の本読んどってもそういうこといっぱい書いてあるけど、なんかすごく腹の底から突き動かされるようなものが書いてあるわけでさ。その梅原真龍さん、昭和17年にね、今帰教堂に来はって、彦根にあります、昔今帰教皇言っていたところの、学び舎が、その今帰教皇が平安中学になっていきましたんで、今の平安高校、龍谷大学平安高校の母体ですから京都に移っていきますが、その学び舎が残って今帰教堂っていうのがあったわけだけども、その今帰教皇、今帰教堂で昭和17年に真宗の翼賛世というようなタイトルでお話をなさっています。で、昭和22年ぐらいだったかな、梅原先生が今度平和と浄土真宗とかようなお話で、講台でお話になってて、えとか思いますけどね、私らの感覚だったらえと思いますけれども、やっぱまあそれが、それをか年いった人に言うたら、あんたそういうふうになるかもしれんけど、そんなもんやなかったんやって、そういう時代でそういうことやってんで、そんなこと言わはるんです。で、日本に住んでるとどうしても敗戦国ですし、そんなチェンジいうかな、そういうふうに自分の立場をチェンジしていくっていうことが出てくるんだけど、カナダに行ってはる人たちは、まあ、もちろん敗戦国は敗戦国、日本負けたなということやけども、無理やり反省させられることはないですからね。だから与三郎さんたちもカナダにいたことによって、そういう、天皇制に対するそういったものも捨てさせられるような状況ではなかったんで、ずっとやっぱり、この人たちは天皇さんの繁栄と天皇家の人たちの健康を祈っていたよって、アーサーさんおっしゃってるんで そういうことを考えた時に、この人の死と仏法の話はしたことはもちろん当然ないんだけど、そういった形で天皇陛下万歳なんか、南無陀仏ありがたいんかわからんような、そういう宗教性を持っておいでになったということは、これはほぼ間違いないことかなと思います。そういった形で、自分たち大和民族の誇りとか、そういったものをやっぱり色濃く持ってはって、それがホスト社会でも、自分たちは立派な大和魂を持っている日本男児であるんやから、豊かに暮らしていって、このホスト社会の中でもリーダーになっていかなければいけない、それは自分たちは日本人であるからだ、大和魂を持った大和男児、ね、大和王の子なんだっていう、それは自分たちは立派に暮らしていかなきゃいけないっていう、そういう思いを強く持ってはったし、それが戦前の浄土真宗の御門徒のありようだったんかなというふうにも思います。それからもうちょっとこの宗教生活読んで終わりにしますけど、法恩講のお時について、法恩講の時どんな行事のおし食事に、食べてはったのか、例えば白和えとかぬたとか、あるいは、豆腐の田楽とか、そういったものを食べてはったんでしょうかね、言うて聞きましたけれども、
和子さんっていう娘さんは法恩公自体をポコポコなったかなみたいなことを言わはりますし、お盆とお彼岸の区別もつきませんでしたんで、あそうかなと思いました。から、補教師特進者としての西村与三郎さんと近江門徒については思い出せないということで、帰国してから思い出して E メールで知らせてくれるといった約束をいただきましたけど、ちょっとこのについてはこのままになってしまいましたね。こう本一冊送ってくれはりましたけどね、なかなかいい本でしたけども、ちょっとこの質問についてはちょっと和子さん記憶にないし、でそのままになってしまいましたんで、西村家の宗教生活っていうことについてはこれ以上の話を聞くことはできませんでした。できませんでしたけれども、貧しさがゆえに、こう勤勉であり、そこから立ち直っていこういうかな、そこからまた学歴がなくてもやっぱり学ぶ姿勢、それこそ15分ずつ積み上げていったらあんたの英語もっとマシになるでしょっていうね、そういう意識をやっぱ皆さん強く持ってはった。それは貧しさゆえだけでなくて、やっぱ新宗プロテスタンティズムいうものがどうしてもあって、でやっぱ勤勉さえも浄土真宗の教えの中に色黒くやっぱり関係してると思いますし、それが今の私たちと違って、やっぱりその国体とか天皇陛下万歳であったりとか国粋主義的なものと融合した形の浄土真宗の教えを信じておいでになったから、この人たちは大和魂を大切にし、そして日本男児としてカナダでこう立派に社会的に頭角を現して生きていかなきゃいけないんだっていう、そういったものをないまぜにしたような浄土真宗の宗教生活、宗教性を持っておいでになったのだろうなというふうに考えます。まあ今日はこれぐらいにしておきましょう。